頭も首を差し出す覚悟もあった。じゃが今あなた方が答えをくれましたわい。たとえ巨人の力や成り立ちに関して無知であろうと、我々の方があなた方よりは多くの命を生かせましょう。バカなことを。ここを制圧したから何だというのだ。民衆が従うと思っているのか。民衆は王に貸し付くのみだぞ。Nah, that's not how it works, bro. Humanity comes first. これはただの脅しではない。クーデターじゃ。中央憲兵の制圧完了いたしました。Yo, it's a total takeover. そもそも偽の王であればなおのこと、我々は真の王を立てるつもりです。He's a titan, isn't he? そこまで、こんな詐欺のような真似がまかり通ると。これが本当に非常時であったなら、あなた方の先ほどの判断こそ人類憲章第6条違反。さらに偽りの王を立て政治を私したことを加えれば極刑に値するかと。Yo, this guy is awesome. くそ、起きろ、ホイブリ。なんじゃ、飯か。そりゃ、立たずか。Yes. Is he gonna be hanged? お前の勝ちだな。嬉しくないのか。ナイル、人類はより険しい道を歩まざるを得なくなったぞ。He's got a point there. This is not only a war against titans anymore, it's a civil war. Humans versus humans. It has just become political now. というわけで、クーデターは成功。王とも行政区もザックレ総統が仮押さえ中だ。今のところ貴族たちの反乱は起きていない。でもキーブス会長の件は、あれが濡れ衣だって証言は取れたからね。息子のフレーゲルが奮闘してくれてるよ。まだわかんねえのかよ。王政の連中は俺たちを救う気なんかねえんだ。目をそらして殺されてからじゃ遅いんだよ。そうですよ、今度巨人に襲撃されたらもう何も残りませんよ。会社も家族も。その前に真実を書きましょうよ。それに書かれてる通り、冤罪だってことや王政側の圧力、フリッツ王が偽物であることまでバッチリだ。君たちについても正当防衛ってことで。 Wait a second, is Krista gonna become the queen? 我々は自由の身だ。そんなバカな。とんだおばちゃん。ああ、でもエルヴィンたちだけじゃない。一人一人の選択が世界を変えたんだ。お前から預かった三人も死なせてしまったな。すまない。それから中央憲兵の一部、その親玉とエレン、ヒストリアは。まだ別の場所にいる。ヒストリア。早いとこ見つけねえと。She's gonna be the new leader, isn't she? それなら手がかりがある。この戦いはそこで終わりにしよう。Okay, so this is the point that we say goodbye to YouTube. And if you guys wanna watch the full thing, go on Patreon. I'll see you on the next part, guys. We are still here on Patreon. Let's welcome people back from YouTube.Yo, what's up, guys? Today we are reacting to Attack on Titan. This is season 3, part 2 of episode 5. If you haven't seen part 1, go back or watch on Patreon. You can watch it with no pauses. Okay, let's go. Elvin の働きを経て、現体制の崩壊が宣言された。それは王と行政区を兵団組織が制圧した直後、彼のために用意された処刑台の上で行われた。その通りです。
先ほど行われたザックレ総統の宣言通り、我々の目的は兵団組織による統治ではありません。フリッツ家に代わる真の王家から新しい王が立ち、民を導く役割を担うことになるでしょう。それはわかりますが、果たしてそう簡単に民衆が新しい王を受け入れるかどうか。不安に思っているものが多いのは事実。If you explain it to them, yeah, they will. 何を信じればいいのか。Just explain it to them. 人類を思えば、あのまま王政に託すべきでした。ピクシス司令の言う通り、今日まで人類を巨人から生きながらえさせた術があります。人類の半数を見殺しにするようであっても、人類が絶滅するよりかはいい。エレンを手放し、仲間の命も自分の命と共に責任を放棄し、王政に託すべきだったのでしょう。人よりも人類が尊いのなら。君の使命は相変わらず辛いな。死んだ方がはるかに楽に見える。しかし、だったらなぜそうしなかった？それは私の理由を言おうか。昔っから奴らが気に食わなかったからだ。は？なおっさだよ。偉そうな奴と偉くない。Sorry.He was calm and composed, and then he suddenly... I hate them! Guys, I'm sick. I'm sorry for coughing. That's one of the reasons I haven't been recording. Let's go. なかったからだ。ムカつくのだよ。偉そうなやつと偉くないのに偉いやつが。いや、もうむしろ好きだな。思えばずっとこの日を夢見ていたのだ。つまり、君らもやらなくても、私がくたばる前に一丁かましてやるつもりだったのだ。このクーデターが人類にとっていいか悪いかなどには興味がない。ふっ、年と悪党だろう。しかしそれは君も同じだろう。君は死にたくなかったんだよ。私と同様、人類の命運よりも個人を優先させるほど。自分は、とんだ思い上がりをしていたようです。君の理由は何だ？次は君が答える番だぞ。うん。私には夢があります。子供の頃からの夢です。Isn't that Eren's father? ハンジさん。二人の居場所の手がかりって、うん、これから話す。エルヴィンから託されたレイス卿領地の調査報告書がこれだ。中身はほとんど5年前レイス卿を襲ったある事件についてだ。5年前？そう、ウォールマリアが破壊された日だ。とにかく最初からかいつまんで話すと、ロッド・レイスという男は領地の主としての評判は悪くなかった。5人の子供を持ち、特に長女のフリーダは飾らない性格で、領民からも好かれていたらしい。しかし5年前の夜、悲劇は起きた。世間の混乱に乗じた盗賊の襲撃によって、村にある唯一の礼拝堂が焼け落ちてしまったんだ。悪いことにその夜は、レイス一家が全員揃って祈りを捧げていた。そして一家の主、ロッドレースを除く一族全員が盗賊に惨殺されてしまったんだと。そしてそれはヒストリアの母親が中央憲兵に殺される数日前の出来事。つまりロッドレースは家族を失った直後にヒストリアに接触を図った。この辺りに連中がヒストリアを求める理由があるのだろう。血縁関係か。その血に種か仕掛けがあるってのか。今はそこまではわからない。それより私が気になったのは、礼拝堂が全焼したところにある。礼拝堂は石造りだ。破壊するには相当な時間と労力がいる。盗賊ならトルモン取ってさっさと逃げるべきだろう。それにその盗賊を見たのはロッドレースただ一人。その後
彼は自分の財産で礼拝堂を建て直してる。なぜだろう。There's something in that chapel. In the stones. もはやここに巨人の存在がなかったという方が不思議なくらいだ。これが私の早合点だとしても、こんだけ怪しければ十分我々が向かう価値があるはずだ。ふん。Wanda, where is he? He's in an ice cave. What the heck?夜が明ける頃には兵団がレース寮に送り込まれる。それまでレースは待ってはくれないだろう。私たちが急がないとエレンが食われるかもしれない。They didn't take him there to be eaten. 巨人になれる人間は Actually, 巨人を食べることによってその能力が継承される。Yeah, that's what I was thinking. 本当だとしたらエレンはいつどうやって巨人になり誰を食べて能力を得たんだろう。Yeah, that's what I was thinking. Yeah, he could have been taken there to be eaten so that they can get his powers. She's a titan, isn't she? Oh no, that's Historia. Why is she not locked up? Oh no!Okay, some of you have been saying that、I should watch the ending if it doesn't say to be continued. But this one did say to be continued, so I think we're still safe.、but if you guys want me to watch the ending, let me know what episode specifically so I can not miss anything.、anyways, guys, thank you for watching. I will see you on the next episode. Don't forget to like and subscribe. Take care now. Bye-bye. Thank you guys. If you're on Patreon, thank you so much for the support. See you soon. Take care. Bye-bye.